はい、日本美術で世界を元気にする中華の絵画こと買取プロの田中です。この墨匠さんじゃなかったら墨匠がここに載ってるんだな。浮世絵芸術という、国際浮世絵学会というところが出している、雑誌があります。この国際浮世絵学会の、理事を私もやらせていただいてるんですけども、この学術論文発表の雑誌ですね。だから一般の方はほとんど目にすることないと思います。ただこういうその学者さんのこういう発表みたいなことと我々のこの浮世絵の商売っていうのはある種こうそれなりに結びついてっていうのは別に金銭的って意味じゃないですけど、だからこういう研究ですね、このどういう作品があるかっていう、何が肉質浮世絵のその真筆で真筆じゃないかっていうのは結構本当は難しいんですよね。何が本物で間違いなくて何が偽物かって、テレビで簡単になんかこれは本物ですねとか偽物ですとか言ってますけども、意外と それなりに難しいもんです。ですのでですね、学者との、ギャラリーの見解が全く一致するとは限りませんけれども、基本的には非常にこうしっかりと見解が一致している方がそれはいいに決まってますから、でその見解の一致っていうところの、前提としてやっぱこうやって研究ってあるんですね。これだったら調布さんですね、この楽観院がずっとこう並んでますけども、陰とか楽観っていうのは時代によってどんどん変わってきます。20代30代40代50代、年取れば取るほど大体、書体っていうのは基本的にはシンプルになってたり遮断になってたりしますしね。陰影も生涯でやっぱりハンコずっと同じ人は少ないですから、だんだん使うハンコも変わっていきますね。で英紙っていうのは基本的にどうなんだろう、版画と肉質、どうなんだろう、半々ぐらいのイメージなのかな。基本的にこのお金持ちの作家なんでね、肉質はすごくいい紙とかいい絵の具使ってたりするんですけども、その、で簡単なものも結構多いんですよね。だからその簡単なものが本当にいいのか悪いのかとか、ね、結構難しいテーマなんですけど、例えばこれなんか寄せ書きですからね。寄せ書きっていうのは基本的にすごく価値が低くて、多分これ値段の評価したらすごく安いと思うんですけど、でそういうものの中にもだけど研究のための材料がすごく材料があってですね、こういうその寄せ書きっていうのは金額的評価と別にその資料としての意味っていうのはねすごくあると思うんですよね。でこういうその研究っていうのはベースだと我々の商売もなっている部分も大いにあるんですね。学者さんの見解というのは非常に我々にとっても重要なことを示すので、でこの浮世絵雑誌というか、こういう国際浮世絵学会というところを通じてですね、商売人と学者さんとが交流する接点があるということですね。これは非常に重要なことなんですね。そういうことで広告にうちいつもなんかドーンと思ってるんですけど、今回はあんま大きな広告、ここに地味な広告をちょっと載せてますけれども、はい、ということでですね、浮世絵芸術さんの紹介でした。はい、ありがとうございます。